はい、ここです。タロット占い、オラクルカード占いの情報を発信してます。今回の最速で読めるタロットシリーズはこちらの小アルカナ9 of Wands ワンドの9のカードの意味の解説をしていきたいと思います。こちらのチャンネルではタロットカード、オラクルカードリーディングのやり方に関する動画やデッキの開封動画なんかをアップしてます。チャンネル登録、インスタグラムのフォローをお願いします。では今回は小アルカナなので、まずは前提知識をお話ししたいと思います。ワンドっていうのは杖と呼ばれたりもするんですけれども、これは四大元素のうち火の元素、火のエレメントを表すスートになります。そしてワンドっていうのは活力、情熱、直感、そういったことを表すスートなんですね。これは内側から自然に湧いてくるもの、情熱とか直感とかもそうですよね。そういったものを表します。そして数字の9っていうのは精神的充足を表す、充実を表すというふうに言われています。これちょっとですね、直感的に理解するのが難しいと思うんですけれども、なぜならカップの9とかペンタクルの9っていうのはポジティブ色が強いカードなので、これは理解できるんですけど、ワンドの9とかソードの9っていうのはネガティブ色が強いカードなので、ちょっと精神的充実っていうのは連想しにくいんですね。でも私の解釈では、この精神的充実っていうもののプラスとマイナス、裏と表、このことを表してるんだと思うんですね。カップとかペンタクルっていうのは本当に精神的に充実しているハッピーなカードなので、こちらの方にあると思うんですね。でそれに対してその対極っていうのはどっちかっていうと、まあ、ハッピーではないこと、ワンドとかソードとかがこっちに当たると思うんですね。でこの2つっていうのは真逆に見えるんですけど、実はコインの裏表だったりするんですよね。むしろこの悪い面があるからこそ、このいい面が際立つっていう部分があるんですよね。その精神的な充足とか幸せ、ハッピーとかいうのは真逆のアンハッピーがあるからこそハッピーが存在するんですよね。なぜならずっとハッピーだけだったら慣れてしまって、それは普通になってしまってハッピーではなくなるんですよね。でもコインの裏側であるアンハッピーがあるからこそ、ハッピーが起きた時にそれが初めてハッピーとして認識できるわけなんですね。なのでこういった二面性を考えると、このワンドの9のカードっていうのも精神的充足という意味でそんなに理解するのが難しいカードではないんじゃないかなと思います。なのでこの2つの要素を組み合わせると、なんとなくワンドの9のカードの意味の輪郭がぼやっと見えてくると思うんですね。でこちらのカードに何が描かれているかというと、注目すべきは2つ、大きく分けて2つだと思います。個人的にはですね、まずこの前にいる人ですね。そして2つ目っていうのはこの後ろにあるワンドです。まずこちらの人に注目しますと、この人はワンドを抱えてますよね。そしてこれ多分包帯なんですよね。頭に怪我してるっぽいです。そして何かこう周りを伺っているような、ちょっと表情は険しいですよね。この人は明らかに警戒していたりとか周りを伺っている感じなんですね。攻めというよりはどちらかというと守っている、そういう形になります。でそれに対してこの後ろにあるワンドっていうのは8本ワンドがあるんですけれども、これはですね、準備ができている状態を表しています。いつ何時敵が襲ってきてもすぐに対応できるようにしているっていうのがこのカードなんですね。でどちらかというと戦況は追い込まれている形になります。なぜならばこの人は怪我をしているからなんですね。まあ、ここまで上り詰めてきた、だけれども怪我も負った、でも同時に得たもの、守るものもあった、そしてこれからどうしていくか戦況を伺っているっていう感じのカードなんですね。なのでこのカードに関しては一概にポジティブ、ネガティブって分類するのは結構複雑だったりするんですけれども、まあ、一般的に言うと戦況はそんなに良くない、少し不利な状況というところからネガティブ寄りと捉えることはできるんじゃないかなと思います。なのでこの2つのポイントを組み合わせてキーワードを作ると、準備を整えて待つっていうのが分かりやすいんじゃないかなと思います。攻めよりも今は守りの時、相手の出方を伺う時っていうことですね。ではこれからその2つの意味に分けて実際に見ていこうと思います。
一つ目の意味はこちらの男性に表されている部分ですね。つまりこの方は警戒態勢をとっているっていうことですね。どちらかというと緊張していて、でも周囲をくまなく見渡している、そういう状況です。この場合は人との戦いだけではなくって、抽象的なものも表すと思うんですね。状況であったりとか、例えば仕事との戦いとか受験での戦いとかですね、そういったものも全部含まれてくると思います。具体的にどういう意味になってくるかというと、臨戦態勢、もういつでも戦える態勢とか、あとは状況または相手の出方を伺うっていうことですね。今は自分から攻めていくのではなくって、相手がどう出るかを見ている、そういう時期になります。また抵抗、持久戦、粘り強さ、そういったことを表すこともあります。まあ戦況がこちらあまり良くないので、その中で抵抗しているっていうことですね。まあまだその実際に抵抗を始めてはないんですけれども、いつでも襲ってこられたら抵抗できるようにっていう、そういう場面ですね。そして粘り強さも感じられます。じっと待っている感じですね。また一発逆転のチャンスを狙う、そういうことを表す場合もあります。今は戦況がどちらかというと不利なんだけれども、チャンスを刻々と狙っているということですね。あとは風向きが変わるのを待つ、これもチャンスをね狙っていると同じような意味になります。また緊張状態、この方の状態ですね、見るからに緊張してます。また不利な戦況だが、まだ負けていないというところですね。まだ決着はついていないんです。なのでこれから挽回する可能性は十分にあります。そういった意味ではちょっとポジティブな意味合いがあるカードですね。あとは守りを固める、困難をしのぐ、攻めではなくって今は耐える時、守る時っていう感じですね。また身構えるとか疑う、そういった意味を表すこともあります。もう見るからに身構えてますし、周囲をこう疑いの目で見ている、そんな感じですよね。もういつどこから敵が出てくるかわからないっていう状況を表しています。以上が一つ目の警戒態勢という意味になります。そして2つ目はこの後ろに立っているワンドのことですね。これは準備ができていることを表しています。なので2つ目の意味っていうのは準備が整っているという意味ですね。具体的にどういう意味になってくるかというと、準備万端、用意周到、まあ、そのままですね。あとは備蓄とか下準備、そういう意味もあります。備えるっていうことですね。これは精神的に心の準備をするということでも、物質的な準備をするということでも両方あると思います。あとは最悪の事態を想定するとか、困難やトラブルに備える、そういった意味合いもあります。まあ、どっちかっていうとその最悪の事態を想定して、それが起きても大丈夫なように備えているっていう感じですね。でもそうすることによって本当に備えあれば憂いなしっていうことになるっていうことですね。あとは現状維持ですね。攻めるのではなくて今は現状を維持するっていうことですね。あとは守りを固める、これも同じような意味になってきます。またこの方が怪我をしているということもあって、健康管理に気をつけてというメッセージでもあったりします。まあ、正位置の場合はまだウォーニング、警告の段階ですね。気をつけてくださいということになります。まあ、もちろんこれは怪我とか病気とかそういうものを全体的に含みます。以上が2つ目の準備が整っているという意味になります。ここまでがワンドの9のカード、正位置の意味のご説明をしてきました。これが逆位置になるとどういう意味になるかというと、逆位置の意味の読み方っていうのは何通りもあります。これに関しては別に動画を作っていますので、よろしければそちらもご参照ください。で、そのいくつもある逆位置の解釈の仕方からどれを選べばいいかっていうことなんですけれども、これは一番いいのはその時に直感でピンときたものを採用していただくのが一番いいとは思うんですけれども、ここでは一般的なワンドの9のカード、逆位置の意味の解釈の仕方をご紹介しておこうと思います。あくまで参考程度にご紹介するだけなので、必ずこういうふうに読まないといけないというわけではないのでご了承ください。
このワンヌの9のカードの逆位置はですね、この正位置のカードの意味を逆にしたもの、つまり否定したものと考えると分かりやすいと思います。まあ一般的な逆位置の読み方ですね。なので準備が整っているだったら準備が整ってないになりますし、待っているという意味だったら待てないになりますね。具体的にどういう意味になってくるかというと、準備不足とか消耗、体調不良、怪我とかいう意味ですね。まあ、これは準備が整っているっていうのをですね、真逆にした意味になってくるんですけれども、あまりに準備ができていなくって、でしかも長引いてくると消耗してしまいますよね。でそうすると体調っていうのもね、壊してきたりするので、そういうふうに考えていただくと分かりやすいと思います。また油断するとか詰めが甘い、失敗する、そういった意味ですね。まあ、これは警戒態勢を逆にしていただくといいと思うんですけれども、まあ、その緊張が解けてしまって油断するとか最後の詰めが甘かったりとかで、それで失敗してしまうっていうことですね。また警戒しすぎているという意味もあったりします。これは逆にするというよりは、正位置の警戒しているっていう意味を行き過ぎるというふうに取ると、こういう考え方もできるということですね。以上がワンドの9のカードの意味の解説になります。ここでおさらいをしておきますと、小アルカナワンドの9のカード、キーワードは準備を整えて待つ。そこから派生する2つの意味の1つ目は警戒態勢、2つ目は準備が整っている。そして逆位置の場合は正位置の意味を否定する、つまり真逆に捉える、そう考えていただくと分かりやすいと思います。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったよという方は高評価ボタンを押していただけますと嬉しいです。まだチャンネル登録されていない方は、こういったタロットの解説動画を今後もアップロードしていく予定です。この機会にぜひチャンネル登録お願いいたします。また現在個別セッションも受け付けております。この動画の概要欄にリンクを載せていますので、ご興味のある方はそちらからお申し込みください。では次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。